だオープン前っていうことでいろいろこう商品は揃ってないみたいなんですけど、うん、そうなんです、はい、よし、してみましょう。はいはい、さあ始まりました中島家チャンネルでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はね、広島駅にやってまいりましたよ。あそこのくぼんどるところがあるじゃん。どこ？あそこのビルとビルの谷間のあそこに市電がゴーンって入るんだって。いや、市電が来るとは聞いとったが、あっこへ通るんだな。なんとこの広島駅のお隣、はい、これ昔あれだったよな、郵便局。あ、あんのか。今も郵便局よ。じゃあ JP ビルディングっていう場所なんですよ。さすが詳しい。でも僕も取材来とるけど。私さすがでね、今回その JP ビルの2階にグランゲート広島っつうのが、はい、オープンするんです。ご縁があってね、うん、そこをオープン前ですけど見に来ますかと。すごいこの郵便局はカープポストがあります詳しい。ああほんまだ。ああほんまだ。はい、でここずっと上がって行くと、はい、はあはあはあ。だから駅のちょっと西側に当たるところだと思うんですけど、ここか。はいはい、はあ、駅ここが駅です。ここが駅で、ね、うん、で、なんか今あそこ建物むき出しみたいになってるじゃん。多分 あそことつながるんじゃないの、ね、そのままここへズドンとつながってここへ来ると。いや知らんけど。ああ知らんけどな今回ね、ここの2階にあるグランゲート、はい、9月30日オープンということなんですけど、うん、オープン前にお邪魔させてもらうと、はい、いうことでございます。中島家チャンネルもちょっと成長したね。したね。ちょっと俺も入れさせてこれはね、うん、いやもう本当なんだろうね、あのちゅうことです、うんうん、よしよし、皆様のおかげですね。ありがとうございます。こうやってだからちょっとみんなと共有しよう。そうだね、こんな感じになってるっての。 OK、 はいはい、ここが玄関、クランゲート広島。この感じいいっすね。やば。はい、入ってすぐ、うん、どこ行ったらいい？なんか右手がパン屋さん。ここがパン屋さんなんよね。で、こっちがお土産になるようなものだったりとか、うんうん、買って帰れるようなもので、うんうん、もうオープンすると、うん、ここがもうギッチギチになるっていうことでね。そう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 。今はまだ。そうだね。はい、ここ。何？俺はこういうとこをすげー気にしてるから。あーあー、いいね。はいはい、あ、こうやって、うん、ちょっとゆっくりできるんだ。よく俺ちょっと空いた時間でって動画編集してくるってよく言うじゃない。はいはいはい、うん、ここだったらサクッと、ちょっとだけね時間あるよっていう時、駅も近いしいいかも。うん、でここ、こう来てのこう奥こんな感じ。あんま仕切りもないし、ないね。うん、1店舗のお店みたいな感じだね。いろいろ入ってるんだけど、うん、1店舗に見える。よし、もう全部、うん、全部見て回るぞ。行こう。行くぞ。じゃあまずは、まずパン、まずパンから行こうか。はい、これもね、オープン前で、うん、練習とかするんだって。へえ。そう、だからスタッフさんが今ね、いろいろやってるんだ。そうか、そうか、うん、準備よ。アセロハン、ミホリにセロハン何個あるかセロハンどこ行った？セロハン、ミホリン、ミホリン、ミホリンこっち、ミホリン、ミホリンセロハンをセロファン、なんかある。今こういう時っていうのはなんかそういう準備とか訓練じゃないけど、トレーニング的な、はい、パンの袋詰めとかレジの実際打ってみたり、はははは、物販も並べなくちゃいけないし、あ、ここも管理してらっしゃるんだ。ここもやられるんだ。今朝もね、うん、大量に段ボールが届いて、ひたすらうわあ、詰めていく。じゃあこれからどん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 こう盛り上がってくる感じですね。そうです。あー、そうっすか。いいっすね。セロファンはセロファンないっすか。ここは あんまり聞いたことはなかったんですけど、すどこのパン屋さんですか。栃木県発祥のお店なんです。本来東京とかにも数店舗あって、全部で大体何種類ぐらい。ちょっと50種類ぐらい。50種類ぐらい。ハード系のパンですね。カンパーニュとかセーグルフリューとか、あとうちのパンシェフがドイツパンが、うん、得意な。出た、ドイツパンなので、こちらにあります。
出ました。プレッツェル。ドイツといえばのプレッツェル。はあ。スタンダードベッカーズの中では、うん、プレッツェルはここだけ。へえ。へえ。他にもなんか広島だけのものってあったりします。まあ広田観光農園さんのジャムを使ったスティックパンとかがあるんですけど、うん、今日はちょっと。ないんですあ、なるほど、うんうんうん、じゃあちょっとこっち行ってみるか、後でまたしっかりさせていただくということで、はい、おしゃ続いて、はい、ここはまたちょっと大人な雰囲気やね。広島北ビールさん、こんにちは。はい、すみません、ごめんなさい、はい、ちょっと待って、広島北ビールだったらこれ中ちゃんの故郷なんじゃない。そうですね、朝北区壁にある、おで壁の駅前にあるね、へ小さなね、店舗自体は小さいんですけど、あご自慢の地ビールが並んでる、あの後ろから出てくる感じです、はい、12タップあって、うん、半分僕らのビールで半分をよそのビールにつなごうかなっていう考えで、そうですか、頑張って仕事終わって、うん、さあ帰るぞ言った時にちょっと広島の地ビール楽しんで帰るっていう、はい、いいっすね。これついで飲めるのはどこで飲めるんですか。ここでも飲めるし、そこの横一応ここがフリースペースになってるんで、じゃあ向こうの方はちょっと飲めない、このエリアでって感じですね。向こうでもいくらかは頼めるようには一応このフロアがそういう風にやっていこうっていう。あらま、ってことはもう珍しいこと、屋台村みたいな感じで、屋台村って例えがさなんでそんなちょっとなんていうの、このおしゃれな感じが、え、でもそういうことでしょ、フードコートみたいなとか、あのだいぶ安くなるから、そうか、なんじゃないか、なんて言ったらいいですかね、そういうの。一応僕らはフードホールって呼んでますよね、はい、私の方がちょっと近くない屋台村フードホール違うか、ほいでここよ、洒落てんな。これなに、ここなに、ここがどういう場所ですか。リベラテラスというあの、うん、オールデイダイニングレストランになっております。へえ、で、あのここから一応なんか、え、ど奥のシェフズカウンターのここまで、あ、もう全部、そういうこと、へえ、ということ、あ、ここが一個か、そうそう、全部リベラテラスゾーン、わ、すごいな、ここでいろいろ食べて、はいはい、ああ、うわ、ちょっとすごいぜ、すいません、こっちが、うん、あ、かっこいい、かっこいい、はー、オープンキッチンっていうやつですよね。ほら向こう、ちょいと今こういろいろと見てよ、今もだからそうやって打ち合わせなんかもしてんだろうな。そうね、オープン前じゃけね、いやー、井上さん、はい、いろいろ巡りまして、うん、はい、やっとここにたどり着いたぞということでございます、ね、すごい、美味しそう。井上さんの目の前にあるのはこれはですね、シェフオリジナルの広島マイクロハーブを使った特製サラダ。そう、そして目の前、はい、中ちゃんの方が、うん、ポルケッタのトリュフソースと焼き野菜。でこのランチでついてくるパンが、うん、はい、そこのザ・スタンダード・ベイカーズさんのパンなんだって。わあ、いいね。そうなんよ、まさに屋台村システム、うん、やめてよ、はい、何でしたっけ、フードホールです。フードホール、わかりました。となるとだ、やっぱりあそこ行かないといけないでしょ、広島北ビールちょっと行ってきます。はい、ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。すいません、はい、ごめんなさい、あ、すいません、ごめんなさい、はい、はい、はい、じゃないですよはい、じゃないですよ、これでいやいやいや、全員が、おい、じゃあ、はい、乾杯でございます。はい、ありがとうございます。
どう？いいね。地ビールがすごいな。ホップ。へえ。もうここまで言ったらステップジャンプまで。そんな時にビールと一緒に行くずっていうのでいい？いいよ。よし。うわ。これ来た。この真ん中の茶色いのがトリュフソースですよ。真ん中の茶色いのがおおつけすぎかじゃあ。知らない。大事にしような。トリュフなら話は違うぞ。うまいね。うまい。トリュフの味がすごい。香りが、うん、香りがすごいわよ、うん、サーモン何だったっけなこれ、うん、低温調理してるっておっしゃってた、まあ、生だよほら見て見て見てあ本当だおいしいうわサーモンがとろけるとろけるんだけど中がちょっとこう生っぽい感じだけどプリントもしとる食べた瞬間がちょっととろけん、うん、ふわっとしてない、まあ、そしてこのベビーリーフがめっちゃ美味しいねソースいろいろかかってるんだけど素材の味がしっかりわかるというか、うん、ベビーリーフの味もね濃いそしてこれなんだそしてちょっとパンの粉がこぼれそう、うん、おーわーうわ結構ハード系なのかなんだろうな揚げたみたいな感じえいやいやいただきますうまうわうまなにこれわかんないなんかフランスパンみたいな感じもするねあの時ごまかごま油塗っとんかいこれなんかごまの風味がしたちょっとこれどうパンチェッタも味濃いめちゃくちゃ美味しいちょっとこの子すごいなうわー美味しいジローラモ、うん、どういうことパンチェッタなんだ勢いで酔ったんだろうな早いよよくない俺がでここもなんかうわこっちもまたすごそうこれ肉割烹あらまはい。